パリ五輪第2日バレーボール男子1次リーグ C 組日本ドイツ日本 2-3 ドイツ2024年7月27日パリ南アリーナ写真男子バレーより小さい日本ドイツ第2セットスパイクを放つ高橋撮影岡田武康52年ぶりの五輪金メダルを狙う世界ランキング2位の日本は初戦で同11位のドイツと対戦2時間23分に及ぶ大熱戦となったが、セットカウント 2-3 で逆転負けを喫し、黒星発進となった。第1セットは相手の強烈なサービスに対してレシーブが乱れる場面があり、8連続ポイントを奪われるなど、17から25で落とすまさかの展開。ドイツのエース、グロゼルの強烈なサーブ、スパイクに苦しんだ。それでも、第2セットを一進一退の攻防の中で 25-23 で取ると流れをつかんだ。第3セットは苦しいトスでも決め切ると、エースの石川祐希、西田有志のパワフルなスパイク、高橋愛の多彩なスパイクなどが決まり、日本が終始優勢のまま 25-20 で取る。第4セットは、意地を見せるドイツ26-19とリードを奪われ、先にセットポイントを奪われるも粘りを見せた。ワンプレーごとにチャレンジが発生する紙一重の攻防となったが、最後は28-30で競り負け、第5セットは序盤からリードを奪われて流れをつかめず、12-15で落とした。試合後、高橋藍は、1セット目、サーブで少し崩されてしまった。なかなか1セット目で調子が上げられず、チームにリズムを作れなかったのが影響をもたらしたのかなっていうのがあった。やっぱり独特な雰囲気というか、相手も死に物狂いで戦ってきていて、気持ちをぶつけられました、と立ち上がりが最後まで響いた振り返った。有観客での五輪、やっぱり非常にオリンピックらしいというか、お客さんの盛り上がりもすごい、とし、なかなか簡単に1点が取れないっていう難しさがあった。それはオリンピックの独特の雰囲気なのかなと思います、と述べた。ドイツについて、非常にいいスパイカーが揃ってますし、もちろんオポジットのクローゼル選手であったり、サイドの選手やディフェンスもいい。しんどい試合になることは想定していたが、もう少しブロックで相手を苦しめたり、サーブでもう少し崩せたらなってところがあった、と語った。サーブレシーブで崩され、ドイツもいいサーブ打ってきて、自分たちが崩れて相手のブロックが決まってしまうっていうところがあった。それが自分たちがまずやるべき点だったのかなと思う。ブロックだったり、サーブに今日は非常に苦しめられた。つなげていくところや、いつもやっていることがおろそかになっていた。基礎的なところをもう一度見直さないといけない。そこから、日本のクオリティの高いバレーボールが出せると思うので、一本一本、次はさらに意識を高くしてやっていかないと、と次戦への課題を語り、今日負けてしまったことをこう考えるんじゃなくて、しっかり切り替えて、次の試合に気持ち切り替えていこうっていう話をしました、と試合後に行われた緊急ミーティングの会話も明かした。慣れない午前9時試合開始については、なかなかないシチュエーションではある。朝9時から、やっぱり朝起きるのもちろん早いですし、でもそれに対してこうしっかり自分たち準備をしていたので、そこに対してもう言い訳はない。ドイツも一緒なので、とした。バレーボールの五輪開催形式。1次リーグは出場12カ国が4カ国ずつ3組に分かれて1回総当たりで実施。各組上位2カ国と3位のうち勝利数、勝ち点、セット率、得点率などの成績による上位2カ国の計8カ国が準々決勝に進出する。1次リーグの成績によって8カ国を順位付けし、準々決勝の組み合わせを決定。1位通過の成績最上位は3位通過の